はい、それではただいまから、弘前市、新型コロナウイルスワクチンにつきまして弘前市の配分の決定と今後の対応につきまして市長の記者会見を行います。はい、本日はお忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルスワクチンにかかる弘前市への配分の決定と今後の対応についてであります。本日7月6日午後3時青森県から連絡のくれていた最新のワクチン配分量の通知がありました。弘前市の配分量として決定されたのは2週間分で10箱となり、これは当市において市内約100の医療機関がワクチン接種を加速化して推進するために必要な量の3割足らずということであります。このように配分量が大幅に減少したことにより現在のペース1週間に1万4000回分でワクチン接種を継続することはできない状況となりました。そこで今後の対応についてでありますが、明日7月7日水曜日から開始を予定していた64歳以下の予約につきましては仮予約として接種日を定めない事前登録とすることといたします。なおすでに予約を済ませて接種日が決まっている方につきましてはそのままワクチンの接種ができるよう現在弘前市医師会と調整しておりますのでご安心いただきたいと思います。明日から予定していた64歳以下の新規予約を急に延期せざるを得ないことは非常に残念であります。当市におきましては希望する方すべてのワクチン接種を10月から11月にかけて終えることを実現したいという国の求めに応えるべく弘前市医師会の全面的なご協力と市内100の医療機関の皆様の多大なご尽力により10月中の完了ができる体制を構築し市民の期待に応えようとしていたところであります。それが国のワクチン供給の見通しの曖昧さによってこのような対応を取らざるを得ない事態になったことは誠に遺憾であり憤りを禁じ得ないところであります。市といたしましては引き続き県を通じて国に強く適正なワクチン供給を要望するとともに一刻も早くワクチン接種の予約を再開できるよう努めてまいりますのでワクチン接種を望んでいる市民の皆様にはどうか冷静に今しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。はい、それでは皆様からご質問がありましたら、挙手をお願いいたします。久しぶりだね。あ、まだ先ほどです。あの連絡が県からどういうふうな連絡があって、あの少なくなった理由とかっていうのを説明はあったのかっていうことと、あと他の市町村はどうなのかっていうのって、もう説明があったりとかしたんでしょうか。はい、じゃあ準備ということです。私の方から、お答えさせていただきます。県の方からは今日はあのメールでですね、あの。第10クールおよび第10の2クールの、との配分についてということであの文書の方が入っております。でこれにつきましてはあの、まあ、先日 の記者会見でお伝えした通り、弘前市の方が配分は基本枠の10箱ということで、ご連絡を受けたということでございます。で、まあ、なぜそういうふうになったのかということでございますけども、あの調整枠として持っていた2600箱を国の方でのあったわけですけども、
それについてのその青森県の配分が一箱だったということで聞いております。ですので、まあ、今回は、まあ、弘前市の配分は4分の10箱、これ以上は増えないということでのご連絡でございます。以上でございます。はい、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞ですけれども、1回目の接種からあまり期間が空いてしまうと良くないと思うんですけれども、そういったことに対する対策っていうのを考えられてましたでしょうか。はい、接種については1回目接種された方の2回目、これは予定通り接種を行います。明日からの新規の1回目の予約の方については、仮予約として、事前に登録していただくという形の予約方法に変更になるということです。これまで1回接種された方は2回目、しっかりと接種できるようなその体制を整えています。はい、他にございますか。はい、朝日新聞の林と申します。64歳以下ということですけど、市では1週間ごとでしたっけ、順次こう年齢を下げていく形で予約を始める、スケールだと思うんですけども、その、59歳以下ですかね、その下の年代についても今仮登録ということですか。はい、ワクチン供給の目処が立たないとワクチンの接種はできないですので、予約については1週間ごとに、10歳間隔で予約の方を事前登録という形で取らせていただいて、ワクチン供給のスケジュールははっきりした段階でいついつ接種していただき、たいということを、医療機関の方からご連絡差し上げという形になると思います。それともう一つ6月末から職場単位予約も始まってたと思うんですけども、そちらの方への影響っていうのはどうなんでしょうか。はい、現在予約が入っている、予約で接種日が確定した内容については接種をしてもらえるようにしっかりと調整をしております。今後新たにっていう予約についてはやはり同じように仮予約という形で、これからの、そうですね、これからの予約については仮予約という形になります。わかりました、ありがとうございます。はい、どうぞ。持ち進歩です。弘前商工会議所との連携して行う小規模な集団接種は7月下旬を予定してたと思うんですけれども、そちらの予定も伸びるということになるんですか。はい、こちらの方も当初7月23日を予定しておりましたが、それは、延期になるという形になります。ワクチンの供給量がはっきりしてから、接種日を定めていきたいと思っています。あともう一つ、3ページ、資料3、2ページですか。第10クールのこのワクチン配分のところなんですけども、この下の米印の第8クールと第9クールの配分用なんですが、これは、もともと予定したものより減っているのか、それともこれは、第8クールに比べて第9クールがだんだん減って第10クールも減っているっていう意味なのか、ちょっとその辺を、はい、事務的な部分で私の方からお答えしますけれども、はい、配分量につきましては、だんだん減ってきているという状況でございます。はい、これはもう予定してたものよりもっていうか必要分よりもですね、要望数というのは割と多めに要望させていただいているんですけれども、やはりその要望数よりはかなり下回って入ってきているという状況で、これはもう投資に限らず他のところもそうですね。はい、でこの8クールと9クールでは7月いっぱい分は賄えるということで、そうですね、今あるその、在庫といいますか、こちらで持っている分、それからこれから新しく来る分、それを合わせまして7月分につきましては確保できているという状況だと認識しております。はい、分かりました。他にございますでしょうか。はい、なければ以上をもちまして終了させていただきます。ありがとうございます。Thank you.